本日はよろしくお願いします。企業や、同志のそのまま仕事としてやっていること、楽しかったという方、生徒たちに刺激をもらって、うちの学校伊藤商業では3年生が品質の良い素材、地域の方々の思いやこだわりを、自分の生まれた地域をですね、好きになってもらいたいので、城ヶ崎高校という高校があるエイジンさんの伊藤氏の観光についてなど、初めての取材は今回協力していくアクションを、静岡県の西と東に位置する1年を通じて